中年オタッキーです。今日はね、開封動画なんですけどね、箱があまりにもでかくてトラック乗せれなかったんですよ。で、仕事の合間に家にちょろっと寄って、家でバタバタ撮影したんですけど、まあ撮影したカメラも α7 だし、撮影環境も良くないんでね、画質は悪いかもしれませんが、とりあえずね、開封していく動画、を、ご覧いただくことになると思います。それでは動画スタート。はい、それでは開封してまいります。ちょっとね、電池がね、少ないんで充電しながら α7 って撮影できないから、今日はね、ちょっと、カメラをトラックに置いてきてるので α7 で動画撮影しております。久しぶりに α7 が動いてますね。久しぶりなんでバッテリーが少ないわけなんですけど、はい、うわー、重たこんな感じですね。干渉台が異常に多い。これ箱台もったいないって話だな。いきなり三脚が出てきましたが、これビデオ用だな。ビデオ用の三脚ですね。しかもなんかちょっとおかしい。まあこれ使うことはないでしょ。はい、これシグマのね、ペンタックス用っぽいな。ただ、このレンズが曇ってますね。これシグマのレンズは当たり前にある現象でございます。はい、これはね、ニコン F3 のモータードライブですね。電池パックがないけど結構綺麗だぞ。動けばね、ケモン。また三脚出てきたな。三脚、これはいらないな。完全にいらない。コンパクトカメラ用の三脚ですけど、もうダルンダルンだな。この奥のやつは何だ、なんだこれ。これも三脚か。単位三脚ですね。三脚だらけ。もしかしてこの奥は外れか。レリーズ、延長レリーズですね。まあ使うことはあるか。APS カメラのね、エピオンが出てきましたが、まあ、電池は切れていん？切れてないのか。日付は出てますね。日付は出てるが電源入らず。まあこれは後々試していきましょう。おバリバリ玉の FD135mm 3.5SC めちゃくちゃ綺麗です。これは大当たり。はい、コニカ i2 が出てきました。さあシャッター切れるか。切れるぞこれがね、今回の狙いだったんですが、これどうやって開けるんだ。開け方がわからない。開け方がわからないだ。どうやって開けるんだろう。ハーフカメラなんですが、電池は切れてますね。電池切れてるというか、もう入ってないな。電池入ってないです。まあこれはちょっと後々試そうと思います。ちょっとなんてバッテリーが切れかけてて、ちょっと焦ってます。双眼鏡いらねえな。双眼鏡、まあ誰かにあげるかな。フラッシュですね。ミノルタのプログラムフラッシュです。結構いいやつかな。5400なので結構いいやつだと思います。 XI シリーズだから使えますね。キャノネット QL19 ですね。ニューキャノネットってやつですね。シャッターは切れません。粘ってます。切れませんね。これは分解が必要ですね。なんかいまいちだな。
ミノルタアルファ7000ですが、奇跡的にグリップが割れずに生き残ってますが、まあ多分バラバラになっていくんだろうな。後ろも割れてないぞ。これ動けば美味しいかも。シャッター膜も汚れてない。ファインダーも綺麗だな。これなかなかいい感じですよ。まあアルファなんて持ってるんですけどね。あー、知能狙っていたのですが、残念なことにこれ完全故障品ですね。電池蓋もありません。残念。これが良かったんですが、シノンのカメラほとんど持ってないんでね、欲しかったんですがね。またフラッシュです。ミノルタのプログラムフラッシュですよ。これ安めの方ですね。これは持ってますね。ちゃんと光るやつを持ってます。ソニーのサイバーショット、バッテリーどこだ。まあ、使うことはないと思うけど、まあ動けば使うから。はい、ミノルタ AL ですね。結構ミノルタ AL 入ってくるんだな。お、切れるぞ。お、おお、完品かも。完品でーす。おお、露出系も完品。これは完璧だな。ミノルタ AL 大当たりです。なんだこれ、これなんだ。シネマックス8、動画を撮る感じですかね。相当古そうで何なのか分かりません。これは調べないと分からない。まだまだ出てくるぞ。これなんだ。なんかいかにもギャルが使ってたって感じのカメラ出てきました。富士フィルムクリアショット M。 フィルムが入ってそう。フィルムが入ってるぞ。フィルムが入ってるけど電池は入ってない。お、電池出てきましたかね。軽い液漏れっていう感じでなんとかなるんじゃないかな。このぐらいだったら軽く液漏れしてますが、なんかもう バリバリね、なんか女子高生かなんかが使ってたっていうね雰囲気が残っておりますが、まだまだ出てくると。これなんだ。あー、これは富士かオート5ですね。この間オート7っていうのをやりましたが、あれの5ですね。電池が、あー、液漏れしてるね。液漏れしてるけど中は大丈夫かも。これちょっと多すぎる、多すぎるぞ。これなんだ。あ、これもデジタルかな。デジタルかな。フィルム入れるとこねえもんな。デジタルっぽいけど、これデジタル？電池が CR2 っぽいな。うん、CR2 電池のデジタルなんかあるの？でもフィルムの入れ方がわからない。まあちょっと時間がない。なんだこれ。メーカー不明のカメラが出てきましたが、これもフィルムが入ってますね。フィルムが入ってるやつ多いな。電池は軽く液漏れ。液漏れ&フィルムの嵐ですね。これはま、これ使えるかもね。 188A キャノン A シリーズのね、フラッシュですね。てか映ってんのかな。映ってるな。まだバッテリー持ってるな。でまあ言わずと知れた EOS KISS が出てきましたが、EOS KISS 初代にレンズはこれ、シグマのレンズがついてますね。
あ、何かがおかしい。なんかおかしいぞ。なんだこれ、どういう状態だ。絞りが動いてないっぽい。もう絞り絞られちゃってるこいつね。よ、これは使わないなぁ。なんていうんですかこれ動画を撮るやつね、が出てきました。フジカサウンド ZXM500 っていうのが出てきましたが、ファインダーも綺麗だし絞り値も出てますが、まあ使わないでしょう。むちゃくちゃお金がかかるという話ですね、モータードライブの電池パックはないんだな。電池パックはない。はい、最後ですね、ミノタの SR1。 ちょっと切れてますね。これは完品みたいですよ、どうやら。完品です。ミノタ SR1、完品ですね。完璧です。こんなものかな。あ、もう一丁出てきた。これは APS カメラかな。エピオン。かなりコンパクトな APS カメラが出てきました。 CR2 の電池はもちろん電池切れ、こんな感じかな、あんまりいいものは入ってなかったんですが、まあこのモータードライブね、が使えたらいいかなと。これかなり備品、ちょっと傷ありますけど、まあ、このぐらいだったら塗りでなんとか。いやこれ汚れだ、落ちるわ。めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗な MD4 かな、 MD4 かな、MD4 ですね。ミノルタ AL、ミノルタ SR1、まあ、この辺が完品で良かったかなって感じですね。あとはちょっと電池を入れて動かしてみようと思います。今回外れだったかな。これ2400円したんですよね、送料込みですけど。これがちゃんと動けば価値あるか。これめっちゃ綺麗ですもんね。見た目めっちゃ綺麗なんで、水牛車さんにね、いただいたのもあるんですけど、あれの電池パックがないんで、これ電池パック突っ込んで、動かしてみようと思います。はい。はい、そんな感じなんですけどね。まあ、結果的に言うとね、一応いろんなカメラ動作検証して、ね、ほとんど動いたんですよ。まあ、例えばね、まあ、これとかね。これね、ちょっとレンズはおかしいんですけど、動くことは動くんですね。このレンズはダメっぽいです。なんか絞りがおかしいね。カメラはね、まともでした。でね、一番期待してたこれ MD4 なんですけど、これね、ニコン F3 のね、モータードライブなんですけどね、見た目は良かったんですけど、ダメでした。電源入ることは入るんですが、なんかガガガガガガってなっておかしくなるんで、もう F3 を壊す前にもう外しました。でね、動かないやつで言ったらこれかな。このフジカオート5。電源は入るんですよ。ね、今ランプついてるの分かるかな？うん、顔の方にピンと合っちゃう。ランプついてますが、巻き上げがなんかできないみたいで、ワインダーが故障してるみたいですね。で、まあ、修理にチャレンジしてもいいんですけど、まあ、直すような価値もないかなと思って、とりあえずは、まあ、ゴミかな。でね、こいつ。キャノンのね、188A っていうストロボが入ってましたが、こいつは、チャージ音が一瞬しましたが、終わりました。それで終わりでした。でね、よいしょ。
これミノルタのね、アルファ7000グリップの状態が非常に良くて期待してたんですが、一瞬電源が入りました。終わりです。もう秒殺でしたね。5秒ぐらいでやったかな。オートフォーカスもちょろっと動いて、あ、動くと思ったらヒュッて消えてもう終わりみたいな感じでしたね。動かないやつで言うとこいつ、この富士フィルムネクシア 220IXZ、これは電源も入らないしね、もうね、APS フィルムの、カートリッジの蓋がもうバカバカになってます。閉まりません。これはダメでしたね。これもゴミでしたね。でね、他は大方動いたんですよ。ミノルタのね、SR1 なんですけど、まあ、シャッター全速動くんですね。うん。高速シャッターもね、全然普通に開いてますし、動きました。これは使えると思いますが、軍幹部がへこんでるんだなぁ。こう見た目的にちょっと微妙。でね、このね、45カメラ EG21 か。これも動いたんですが、これね、なんかなぜか知らないけど、どんな状況でもストロボが光っちゃいます。だから今チャージしてるんですよ。どんなに明るいところでもストロボが光ります。どんな映りするんだろうな。一応フォーカスフリーって書いてあるんで、ファンフォーカスのカメラになる。気が向いたら使ってみようと思います。でね、これ。ソニーのサイバーショット。モデル名書いてないな。3.2 メガピクセルって古いデジカメですが、動きました。動くんですけど、メモリースティックなんですね、これね。メモリースティックを持ってないんだな。単三電池で動くデジカメ。ほんで動画も撮れるんで、これで動画撮って、アップしたら面白いかなと思ったんですが、メモリースティックがありません、ね。ちょっとメモリースティック安いやつ探そうかなと思います。んで、これね、これはエピオン3500っていうカメラですね。動きました。動くけどね、トロ臭いんですよね。うん、動きますね。でね、こいつもすでにフィルムが入って撮ってます。どんな写りするか楽しみ、非常に楽しみ。ズームレンズがついていますが、APS フィルムカメラですね。以前ね、ドリームロコモーティブさんに APS フィルムいただいてたんで、早速試写にかかってます。んで、これ、オリンパス AZ2000。これもね、一応動きました。スイッチどうやったかな。うん。うん、動いてます。動いてますね。今テスト用のフィルム入れて、もう観光したやつね、入れてますけど、ちゃんと切れてますね。うん。これも動きました。いつ使うんだろう。でね、これミノルタエール。ミノルタエールはね、パーフェクトコンディションでしたね。もう露出系も動いてますが、巻き上げハンドルが、粘って戻りにくくなってます。もうそれだけです。他は全部、良好。うん、全部良好。スローガバナーもちゃんと動いてますね。で、これ、富士フィルム、シルビ1000っていうカメラね。これね、見た目ね、コンデジかなって思うんですが、よ、35ミリフィルムカメラでした。驚き。これちっちゃいですよ。すごくちっちゃいね。35ミリ。でね、2020年問題も突破してね、今日の日付がちゃんと入ってます。これね、ちょっと、旅行に行った時でも使おうかなと思いますが、まあ旅行いつ行くんだって話ですけどね。で、ね、このフラッシュはまだテストしてないです。電源が入ったら使おうかな。ね。これ、XI シリーズ使えるのかな？プログラム 5400HS、8000VH、ハイスピードシンクロに対応しているようですが、結構新しい手になるかな？ミノルタのフラッシュとしてはね。うん。
で、最後にこれを紹介しようか。はい、コニカアイ2ですね。これね、見事に動きまして、EE もね、動いてます。うん。で、ちゃんとね、絞りも変化してますしね。ちょっとレンズにダメージがありますが、コニカのね、ハーフカメラは、コニカオートレックスは、まあ、一応ハーフカメラっていうか、一眼レフカメラ。このコンパクトハーフは多分初めて僕入手したんでね、使ってみようと思います。ハーフカメラ一体何台目になるんだろう。蓋の開け方がすごい独特でね、ここにあるポッチンをポイッと押したら開くんですね。はい、紛れもないハーフカメラでございます。うん、まあ、こんな感じでね、今回ね、1200円で落札して送料1200円、2400円だったんですけど、まあこんなもんかな。もっと取れるんだろうか。まあ台数的には全然あれなんです。これが動いたら最高だったんですけどね。これも分解してね、ちょっと中身確認しようと、なんでか、何がガガガガ言ってんだろうみたいな感じで、ガガガガガガガって言ってね、フィルム巻き上げ終了ボタン、ランプがついて終わりみたいな感じのことを繰り返す、ワインダーでしたね。見た目ね、すごい綺麗なんですが、ね、見た目は綺麗なんですよ。非常に残念。まあ、まあ、こんなもんですかね、その、ギャンブル的な入札でね、まあ、今回は良かったんじゃないでしょうか。はい、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿は RTS2 ラバーさんからですね。もうこれ、お名前の通りの、方ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。コンタックス RTS2 が修理&メンテから戻ってきたので、北海道旅行に持って行き、試写をしてきました。今では古いコンタックスは修理できるところも少なくなってきましたね。ネットで探したところ、札幌の小畑カメラサービスさんがまだ修理を受け付けていたので、今回初めてお願いしてみました。巻き上げレバーの不良も治り、持病のミラーズレも事前に対策し、シャッターやピントの調整もしてもらいました。これでしばらく安心して使えそうです。メンテは大事ですね、ってことですね。今回3枚の組写真で、題名は夏の北の大地にてでお願いします。カメラコンタクト RTS、 レンズプラナー 50mmF1.4、 フィルムはコダックエクター100ということですね。でね、ただの観光写真みたいになってしまいましたということですけどね、さすがプラナーの写りですね。素晴らしい解像度で写っております。1枚目はちょっとシャドウになってしまっておりますが、結構いい色で出てますね。2枚目、3枚目ともに非常に良い写りとなっておりますね。3枚目はピントのピークをもうちょっと前に持ってきた方が美味しかったかもしれないですね。はい、RTS2 ラバーさん、ありがとうございます。次がね、達也さんの作品ですね。お仕事お疲れ様です。大雨で大変ではなかったでしょうか。お気をつけてお仕事くださいね。今回は作品投稿させていただきます。約2年かけて撮り終えたベルビア100から2枚。2年かけたんだ。上には上がいるな。カメラはライカ R4 です。タイトル、1枚目は雪山萌え湯、2枚目は生と銅です。1枚目は冬の雪山に夕日が当たり、まるで燃えているかのように赤の色に染まりました。2枚目は川の石器をスナップした写真ですが、流れる川水と川面に映る景色で動きを捉えてみました。若干明るさが足りないですが、表現としては満足してます。よろしくお願いしますということですね。1枚目は確かにね、ちょっとね、露出が若干ですがアンダーなんですね。ただね、もうちょっと露出を上げると、これ赤は薄まってたと思うんでね、まあこれでいいのかなとも思います。2枚目の方はほぼほぼ標準的な写りですが、空の色がもう一つだったのが悔やまれるとこっていう感じですかね。惜しい。2年かけて、まあそうなんですよね。リバーサル結構ね、僕も時間かけて撮っちゃうんですね。なんかこれはリバーサルもったいないなとか考えてたら、結局ね、1年ぐらいかかっちゃうとかね、よくあるパターンですね。はい、達也さん、ありがとうございます。
次は夢旅人さんの作品で、2枚ですね。1枚目がね、笠森観音ですか、これ。番号31番目、場所は千葉県になります。小雨でした。あいにくの小雨でしたが、思ったより綺麗に撮れました。2枚目は階段。笠森観音にある階段です。カメラを持って降りるのが大変です。階段を見ると撮影したくなります。自分だけが。僕も結構階段撮りますよ。で、作品なんですけどね、天気が残念だ。まあ、小雨ということで、天気は残念だったということですね。まあ、あのね、こういうところで撮るとね、まあ、撮りたくなるっていうのはもちろんあるんですけど、2枚目はね、天気関係ないところなんで、これはいいと思いますね。なかなかね、その恐怖感が伝わってくるような写真ですが、僕はね、雨の日はね、インドアに徹することにしてます。まあ、外で撮ってもいいっちゃいいんですけどもね、あんまりね、パッとしない写真、仕上がってきたら、パッとしないなーっていう写真になることが多いんで、そうしてますね。はい、夢旅さんありがとうございます。次はガメラさんの作品で1枚ですね。おたきさんこんにちは。視聴者の作品投稿します。タイトル、猛暑の中。撮影機材ニコン D50。オートニッコール 50mm F1.4。前玉に吹き傷多く、薄曇りのオートニッコールで撮りました。あえて露出オーバーして暑さを表現してみましたが、いかがでしょうか。ちなみに、ロースペック D50 はなかなか良い使い心地ですよ。ちゃんとしたレンズなら綺麗に映りますしね、ということで写真なんですけどもね。露出オーバーもそうなんですけど、曇りも影響しているものと思いますがね、ピントがちょっと後ピンだったのが残念かな。お姉さんにピントが来てたら最高だったんですが、暑さの表現にはいいんだと思いますね。まあでも女の人は大変ですね。日焼け対策でね、夏でも長袖みたいな感じですね。まあそんな感じで暑さが感じが出てくるいい写真だと思います。はい。作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ドリームロコモーティブ様の俺のカメラですね。いつも楽しく拝見しております。今回は俺のカメラへの投稿です。先日オタッキーさんの動画で紹介されたコニカ 3A が欲しくなり、ヤフオクで状態の良さそうな個体を9000円で落札しました。前の持ち主がオーバーホールしているのか、レンズはとても綺麗でマクソクも問題なさそうです。純正のイエローフィルターとレンズキャップもついていたのでラッキーでした。早速ストラップをつけ、100円ショップの LED ライトを使いライティングして撮影。日本製レンジファインダー機の最高峰とまで言われる芸術的カメラ、これから存分に対応堪能しようと思いますっていう写真なんですけどね。これがね、なかなかのライトになるんで、これどんな色のライトなんだろうね。これ非常に印象的に映っております。コニカ 3A の金属感がさらに生めかしく映っててるということで、ちょっとタイトル画面変わったばっかりなんですけど、これタイトル画面によって俺のカメラのコーナーにはズバーンと来た、写真になってる。アリアさんにはすんません。もうちょっと女子高生見たかったんですが、また言ってるよって感じですけど、俺のカメラのコーナーは、ここまで。ここからはやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー。今日はね、津山ののりさんのやったやっちまった、やったかな、これやっちまったかな。おたきさんこんばんは、津山ののりです。久しぶりにやっちまったのコーナーに投稿です。米子で手に入れたヤシカエレクトル3号ですが、モルト交換も終えてモノクロフィルも詰めていつでも撮影上OK 状態にしていたのですが、コロナによるステイホームと、あいにくの秋雨前線に長雨で撮影に行けず、しょうがなく家でピント合わせをして留飲を下げてたんですが、先日突然ピントリングが動かなくなりました。ヘリコイドグリス切れのようです。60年も前のカメラだからこういうこともあるでしょうが、テンション下がりました。自分に修理技術もなく、他の状態は良いので修理に出そうか考えているところで、高いものを作ってやりたいですってことですね。いやー、いきなりヘリコイドが動かなくなったか。僕もこのカメラヘリコイドまではバラしたことないんだな。どうなってるんだろう。このカメラね、レンズはね、ほとんどね、
そのヘリコイドを抜かなくてもほとんど抜けてしまうんで、ヘリコイドまで分解したことないんですけど、いきなり固着っていうのも珍しいですね。なんか引っかかってるんじゃないかな、違うかな、ちょっとわからないんですけども、前玉のところは絞りだもんな、根っこの方だよね、ちょっとわかんないな、すみません、詳しいサイトとか探してね、分解する手もあるんですが、まあプロに任せるのがそれは一番いいですね。映りはね、素晴らしいカメラなので、修理する値打ちはあると思います。はい、津山のりさん、実はもう一個ね、やっちまったのコーナー来てるんですけども、すごい面白い内容ですけど、まあやったやっちまったのコーナー投稿がちょっと薄くなってるんで置いときます。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。まとめてジャンクカメラ購入ね、もう一体何回目だよって話なんですけどね、今回はね、微妙な、結果になりました。また次面白いのがないかなと思って探しておりますが、もういい加減置く場所がなくなって、嫁の顔がだんだん怖くなってきています。はい、そんなわけでね、今日の動画はここまでになります。チャンネル登録の方ね、結構いい勢いで増えるようになってきました。まだまだチャンネル登録して、5000名を目指しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。あと高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、いつも言ってますが、高評価の方よろしく。コメントの方ね、返しそびれているというか、なかなかね、暇がなくてのた落ちもあると、バイクチャンネルのコメントなんかも相当遅れてるんですけども、なんとかね、全部返していこうと思って、まあ、頑張ってね、返していきますのでね、またコメントの方ね、もうどんどん、書いてくださいね。絶対最終的には、まあ、結構ね、見落としてるっていうのはあるんですけどね、まあ、見落としもないように頑張って、コメント返ししていきますので、コメントの方よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。次の動画はね、多分ですけど、リコーオートショットの試写、本当に適当に試写したんですけど、動くようになったんで撮ってみました。62年ぐらい前のカメラになるんですけどね、動くようになりましたんでね、撮ってまいりましたんで、まあ、交互期待ということでね。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。さようなら。